ジェットエンジンで持った大水力で飛行する空のヒットマン、バイアラン。ノーマルでもカスタム2号機でも、ミノフスキーフライトなぞ知らん。ジェットエンジン吹かして気合で飛ぶんじゃ。実に男前な MS だ。ハマーンをビビらせアポリーを仕留めたジェリド全盛期の機体。なんならフォーも仕留めてるから、カミーユに一番ダメージを与えた機体と言える。ここのジェリドめちゃくちゃ嬉しそうで好き。原作だとテスト中だからあかんて、トメカニックが止めるのを振り切って乗ってるから、ちゃんと手順踏んで許可取ってるの偉い。実際にはテスト中の機体なんてまだ出来損ないで、メカニックの言う通り実戦なんて無茶ですって、代物だろうしな。こういう方が現実的かも。ユニコーンだと空のヒットマンって感じ。宇宙より地上の方が優位性ありそう。エンジンパワーだけで無理やり飛ばす感じ好きだぜ。お尻ガバガバやないかい。どうしても重力下で自身の水力だけで空飛びたいっていう気概あふれるこの後ろ姿あってこそだな。セイバーフィッシュに手足つけた方がよくね。セイバーフィッシュはロケット推進兵用の高高度迎撃危険宇宙戦闘機なので、それをやるとギャプランになる。そういや、ギャプランの上が死角になるって、あれ普通弱点にならないよな。飛行形態時の真下が死角じゃなかったっけ。水力で飛ばすコンセプトは良いと思うんだが、脇の下なのはなんとかならんかったのか。腕の可動域に悪影響ありまくりじゃないか。前段階の方ではダメだったのかもね。こういう全体のシルエットが特徴的なやつ好き。カスタムリデコで全部出たのは当時びっくりした。こうやって並べてみると意外と個性あるんだな。カスタムが好きすぎてエピソード4を見まくったな。第4次スパロボで味方機になったから少し使った。第4次ってガブスレイとバイアランに入手できるから今考えると珍しいけど悲しいかな。どっちも弱い。 F ガンダとゼータの運動100なのに最初から170以上もあって困惑した。バトオペだとバイアランカスタムが最強らしい。イゾルデちゃん、カスタムほど尖ってない折衷案って感じで好き。カスタムはノーマルバイアランをかさ上げした設定なのに全校変わらんのいいよね。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いするのだ。